多分熱とか風邪とかそんなのじゃない普通になんか、なので少しだけします。そう、しかもね今日ずっと家にいたので、あの化粧をね全然してなかったんですよ。だから今初めてこんな遅い時間に化粧をした。目だけ、目と口だけ。セディアさんハート100個ありがとうございます。いやスピン、いや本当にスピンのレベルが違ったんですよ。しかもなんか何やっけ、あの髪の毛も適当にこのシナモンのピンで留めてボサボサで、でも後ろのこの髪の毛何も今してない状態でいたんですよ。だからけどなんか一日外出ないと出ないでなんかテンション上がらんっていうかという感じになるけん、外出らんのも出らんであれやけど、今ね無駄に出てもね危険なので出ないんですけど。夢見るとヨシーさんハート100個ありがとうございます。そう今日はねずっと家にいました。しかもなんかむくむようなものしか食べてないから嫌なんですよね自分でも。潜水艦みたいな生活、確かになんか潜っとるっていうか身を潜めとる。ほんまはそうでもね、自宅待機するにもするで食料には限界があるので、それも結構ありますね。それも結構必要というか大きい。こんばんは、こんばんは。この時間までできるようになって変化はありましたか？配信、でもなんか10時以降できると毎日しなきゃいけないっていう感じになるのがちょっとなんか自分の中で勝手にそうなってしまうのが嫌なんですよね。けどなんか、いや、なんかね、こうやって一日家にいて化粧せずに家いたら、あのしたくなくなっちゃうんですよ。家にいたら、化粧せずに家にいたら。スケモンさんバラありがとうございます。まあでも何でもその時その時の脳みそによりますよね。そうなんか30何日かな、15分だったら出るけど、30何日って出たらなんかね、それはそれでここまで続いたらやらなきゃってなる。しかもなんか10時以降できるようになったら毎日配信できない方がおかしいんじゃないかと思っちゃうんですよ。だからしない方が、しないとってなっちゃうんですよね。そうでもね、無理してやるのは嫌なので、本当に無理だなと思った時はしません本当にしたくないなと思ったらしないけど、ある程度の時は、まあでも15分やったらカウントされるんでね。まあ、STU がね結構ショールームをしてるっていうのもあるんですけど、あと今のこの状況ですよね。握手会もないし公演もないので。義務的にやるのはダメ。そうそうですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。このご時世、そうショールームぐらいしかないので、そこがなんというか、なんというかっていう感じ。アンドレさん、クマありがとうございます。自分の時間大切にして、でも
それは割とかな。なんかその休みが多いことによって自分の時間は結構あるんですけどって感じかな。そうしたら最近思ったのが、この前の3周年の配信見て気づいたんですけど、なんかね、こうやってさ画面に映ってるよりさ、めっちゃ5キロぐらい太って見えません？5キロぐらい太って見えるから、それが嫌で嫌で仕方なくて。だから画面で笑いたくないっていうのもあるんですよね。そう、テレビカメラなんかね、さ、頬骨出てないんですよ。全然頬骨出てないんですけど、めっちゃ頬骨高く見えるし、なんかめっちゃ太って見えるんですよ。ほら、だってこう見たらさ全然違くない？顔がめっちゃなんか太って見える。そう、テレビカメラが膨張するのもあるけど、ね、違うんですよ本当に。映って見え、なんか違う人に見えませんか、顔が。それが嫌で嫌で、そう、丸く見えるんです。だからめっちゃ太って見えるから、あれってなるんですよ。そう、違うんですよ。50完了、ありがとうございます。そう、だから問題ない。でも問題ありますよ。なんかこれを最近思いました。なんか思ってはいたんですよ、スチューデンツの時から。スチューデンツの時から思ってたんですけど、それ以上にこの前の配信のスクショ見て気づいた。うん、そうそう、なんかテレビカメラが多分ちょっと違うんですよね。それはあるものの、みんな違うのかな。けど、あのモデルカメラの写真送ったじゃないですか、あれはそんなさ膨張されてないんだよ。そう、ちょ、多分結構他のメンバーはここの顔の幅を、ここを結構髪の毛でこうしてるメンバーとか、ミリアとかめっちゃこうやってやっとうけんあれやけど、サラは多分それを全開に出しとるっていうのもある。両方耳かけるけんさ、それも多分やばいんですよね。そう、芸能人はね、見た方、なんか実物の方が可愛いって聞くけど、テレビ膨張するってそういうことかと思って。けどサラはこうやってしたら似合わないからできないんですよ。こうやってしたらこのここを出さないと変なんですよ。あと生写真も思った。生写真もひどくブスだった。テレビ限定でめっちゃこうやってやってみますか。けどこうやってやったらここの毛がさらなくなっちゃうんですよ。多分みんなはここから伸ばしとるんよね。さ、ここを切ってしまっとるけん。ダメない。こうやって。
一応こうやって隠しとこうかな。こうやってさ、これ大人っぽいんですか？めっちゃ隠しとったらいいかな。目が乾燥してきた。雰囲気ありますね。ここ全部隠しとこうかな。ちょっと今日髪の毛がボサボサだから、前髪もさっきやったしボサボサだからそこもある。あとね、多分ね、辛いのっていうかね、マックのポテトとか食べてしまったっけ。それでなんか雑音。またですか、またですか。けど今イヤホンない、充電器が近くにない、ないですよ。治ったって怖い。幽霊でもおるんかな。そう、マックのポテトで今ね、なんかシャカシャカポテトの手羽先味ってやつがあるんですよ。だからなので、あの手離したら、手離してますよ。だからそれで、あのむくんでるのもあるんですよね。すぐむくむので、手離したらでもめっちゃ上になるんですよ。だから右はあのマイクがついてない方を触っとる。そうね、めっちゃむくむんです。もともとね、むくみやすいんですよ。太りにくいけど、むくみやすいからダメなんですよ。なんでテレビ、ほんとテレビやったらなんでここが、ここにめっちゃ肉があるように見える。コロコロしないと。でもね、コロコロしたら肌に良くないって言われたんですよ。肌に摩擦を起こすからね、良くないらしいです。どうしろって言うんだって感じですよね。でもむくみ収まらないんですよ。さら、もう常にむくんでるから太ってるのと一緒になるんです。ね、どうしろって言うんだって感じですよね。けど一期生さんを見たりすると本当に思う、めっちゃ。一期生さんを見ると、ああ痩せなきゃなって思いますね。だってマイキューさんのさ、顔の形とかさ、めっちゃ理想なんですけど、ちっちゃいもん。お水たくさん、ああ水を飲まないっていうのもあるかもですね。さあ、本当に水飲まないんですよね。顔面の筋肉、そう、なんかずっとういみたいな、体操をしたらいいみたいな、しよっかな明日から。水大事、水本当に飲まないです。本当に飲めないですよ。飲めないんですよ。そう、アボカドやバナナ、バナナ、バナナはでも今日も食べた。
水は飲めないんでさ、水飲んだらねうえってなっちゃう。だから公演の時も水飲んでない。まいちゃん、いやまいきゅうさん痩せすぎじゃないですよ。アイドルとしては見た目的にちょうどいいと思います。サラはサラはとか言ってたらマイケルさんの配信始まってる。代謝、そう、あ、代謝悪い、そう代謝悪い、あの汗かかんし、あんまり、そう塩分摂取を控えて、カリウム、カリウムなんですか、塩分を控えるなきゃいけないのは分かってるんですけどね、なかなか難しいんです。お茶は、お茶は飲みますよ、お茶は飲むけど本当に飲まん、あの水飲めないんですよ。なんかキンキンの水なら飲めるんですよ、でもそのキンキンの水はダメらしいんですよ。なんか常温らしいけど冷たいのが美味しいじゃないですか。なんか普通のあの普通の水飲んだら本当にうん、だから薬とか水飲んでうってなっちゃうんですよ。うってなっちゃうから本当に飲めなくて、だからいつも公演の時自分でもお茶持ってってお茶飲んだりとか、スポーツドリンクがある時はそれもらったりとかしてます。ナーラブさんハートありがとうございます。冷たい水は飲めますよ、けどあの本当に冷たい水じゃないとダメなんです。キンキンみたいな水しか飲めない。常温で飲める人すごいと思う。船で売ってる水は飲んだことない。水道水とか飲めない。冷たい水でも水を買おうと思わないんですよね。あの実家、家にはあの何水のボトルっていうか、あのコップ、あの何タンクっていうかあるじゃないですか。だからそれが置いてあったから、それだったら飲めてたんですよ。ギリほんとギリ。ウォーターサーバーか、そうウォーターサーバーがあったから飲めてたんですけど、わざわざね水を買わないんで、そうわざわざ水を買わないんですよ。水買うならお茶買うんで水を買わないから、だからダメなんですよね。糸ちゃんハート1000個間違った、100個ありがとうございます。そうなんか水をねわざわざ買わないんですよね。水を自分で買ったことほとんどない。多分本当に何もなくなって仕方なくなったら多分飲めるけど、お茶は常温でもいいし、ぬるくてもあったかくても飲めるんですけど、水がどうしてもダメなんですよね。多分お酒も多分そら飲めない人です。お母さんに似てて、お母さんがのあまり飲めない人なんで、多分そらも飲めないですね。炭酸水、炭酸ジュースなら好き。こんばんは、鳥取太郎さんハートありがとうございます。ちゃんと湯船に浸かるのがいい。でもね湯船はちゃんとね毎日使ってる。基本疲れない、なんかもう時間なくて早く寝たい時はシャワーで済ませるんですけど、お茶っていろんなメーカーあるけどこだわりある？あ、ないんですよ。お茶はね特にどこのでも飲めるんです。鳥取太郎さんハート100個ありがとうございます。500円の水飲んだことない。一郎さんハート、糸ちゃんハートありがとうございます。そうだからなんかその実家に住んでる時はまだそのウォーターサーバーあるから薬飲む時とかも仕方なく水で飲んでたんですけど、こっち来てからは薬飲む時ももしかなんかもうお茶で飲んでしまう。水ないから。そうマー君3号さんハートありがとうございます。炭酸水ね、炭酸水ね。マー君3号さんハート100個ありがとうございます。おいでます元気さんバラありがとうございます。
辛麺屋で水飲まないの。あ、だからそういうお店の氷入ってて冷たく出された水とかは飲めるんですよ。ただぬるいお店だったら、あ、無理だってなる。フォロー完了ありがとうございます。ぜひ皆さんフォロー待ってます。フォロー待ってますとかって書いてなかった。さっきいとちゃんハートありがとうございます。そういや、アーシャ変わるの？え、知らない。どこ情報ですか？氷食べる派？氷は食べないです。博多弁かわいい。博多弁かわいいですか？ぬるいの嫌なのはどうか。え、ぬるいの嫌ですよね。ぬるいの本当に飲めないんですよ。いとちゃんハート500個ありがとうございます。 CD 出すから、あ、そういうこと？シングル出すからってこと？わからない、聞いてないから聞いてないのでわかりませんが、一期生さんたち今日だったんですか？え、そうなんですか？知らないんですね。あ、びっくりした。水飲まないんですよね。本当にぬるいと飲めないんですよ。キンキンだったら飲めますね。新年度変わるタイミングじゃ、うん、聞いても聞いてないので分かりませんの本当に聞いてないんですよ。教えれないとかじゃなくて本当に聞いてないから分かんないんですよ。タオル買いました。キーさんありがとうございます。ぜひ皆さんマフラータオル、今買ってもあんまり使う時ないかもしれないんですけど買ってぜひゲットしていつか持ってきてください。いとちゃんハートたくさんありがとうございます。そう、明日でね、学割使えるのも最後ですよ正直すぎる。え、でも本当に聞いてないんですよね。友達にタオル自慢します。してください。ゆうちゃんハートありがとうございます。さらちゃんのフレーズ動画もうツイッター載りましたよ。あ、でも簡単ですよ。覚えなくていいですよ。はいって、はい、福岡県出身なので大丈夫ですよゆうちゃんハート100個ありがとうございます。ニキはまだ変わらないってことだね。どうなんですかね、本当に聞いてないからわからないですねいとちゃんハート1000個ありがとうございます。1000個そう、LJK も終わりました。JK3 年間は良かったですね。竹内先輩の衣装の写真、ウエストがバリ細かった。竹内先輩の写真とかあったんですか？何のやつやろ。いわゆるフレーズないじゃなくて、フレーズなしがキャッチフレーズなんです。サラのないんじゃないですよ。あれがキャッチフレーズ。まあ22ってみんな結構長く言ってるじゃないですか、キャッチフレーズ。だからない方が多分この子早ってなって覚えてもらえるはず、きっと。線投げときました、ありがとうございます。そろそろ寝ますって。さあ、もうそろそろ終わろうかな。なんだかんだで25分した。そう、尺は短めなんですけど、短いからこそ覚えやすい。まあない方が将来は恥ずかしくない、黒歴史にはならない。そういえばさらちゃん HKT はずっとたしまめるさんですね。入りたしまめるさんから入り、今もたしまめるさんですね。
ということでランキング読みたいと思います。48位しまんちさん、24位杉浦おじさん、ありがとうございます。男女読みます。13位、くしゃみ出そう。13位糸ちゃん、ありがとうございます。12位ゆうちゃん、ありがとうございます。11位中野さん、ありがとうございます。10位西エンズピーさん、ありがとうございます。9位台湾チーム373さん、ありがとうございます。8位サクツーさん、ありがとうございます。7位ともゆきさん、ありがとうございます。6位こもりさん、ありがとうございます。5位ありがとうございました、ありがとうございます。んまあ、あと名前は覚えましたね。4位の方確か長谷川さんでしたかね。4位長谷川さん、ありがとうございます。3位ゆかちゃん、ありがとうございます。2位おいでませ元気さん、ありがとうございます。1位アンドルーさん、ありがとうございました。ということで以上になります。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。お風呂に入ってみます。てかね、お風呂をねちょっと長めに入るといいかもしれないなと思ったので今日から実践してみたいと思います。ということで皆さん配信ありがとうございました。間違った配信見てくれてありがとうございます。明日の朝ごはんお願いします。明日の朝ごはんはロールパンでお願いしますでもお風呂入っても汗かかないんですよね。とりあえず入ってみますわ、長めに。ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ。